こんにちは。アールドベストミュージック神奈川支部の3人です。今回はですね、サッカー界のリアルについてお話しさせてもらいたいと思います。はい。あのね、この YouTube では一切切れ事なしです。で、切れ事なしで話すんですけど、今日のテーマ何でしょうか？セレクションで受かる子、どんな子？素晴らしい。ということでね、これね、僕ね、結構真剣に話したいんですけど、まあ、めちゃくちゃ聞かれると思う。2人とも聞かれますね、セレクションに受かる、はい、春コーチなんかめっちゃ聞かれるんじゃないですか。まあ、聞かれますね。すごい聞かれるんですけど、これ僕からはっきりね、僕セレクションの合格不合格に判断する側にも立ったことあるんですけど、まあ一つだけ結論から言っておきたいのは、セレクションに受かる方法はい、ありません。はい、残念でした。あ、もうこの時点でもうムカついた方はもうこの動画ねスキップしてもらって構いません。低評価とかいくらでもつけてもらって。でも受かる方法なんてないんですよ。もうあの切れ事抜きで言うとないんですよ。ただ受かりやすい子はどういった子なのかっていうのと、あと受かる子はどういう特徴があるかとか、受かった子たちに対してどういう共通点があるのかっていうのは僕の方からお話しさせていただきます。だから 100% 受かる方法なんてもう世の中ないんで、もう 100% なんてない。ただそれを 100% に少しでも近づける方法あるんで、それを僕からまずねお話しさせていただきたいと思います。で、僕の方からまぁ、ちょっとね一つね、伝えておきたいのが、まずセレクションに、例えばセレクション対策みたいな言葉がね今あると思うんですけど、もうあんなんね正直意味ないと思ってて、セレクション対策って言ってもそのチームの内部の関係者しか分かんない情報あるじゃないですか。こういう選手が今欲しいから、じゃあ今サイドバックのこういう選手をあのセレクションでじゃあ見つけて、ここでじゃあ育てようみたいな、じゃあコーチたちが思ってるとしますよね、チームとして。でも中に来たじゃあフォワードの子たちをじゃあ不合格に絶対するかって言ったらそうじゃないんで、そのフォワードの子がめちゃくちゃポテンシャルがあったら、じゃあサイドバックの子を探しようがそのフォワードの子を合格にさせますよね。これチームの、あのやり方だし、これ逆にどんな会社でもそうだと思うんですよ、サッカー以外の。じゃあすごい、じゃあエンジニアが欲しい、じゃあエンジニアでこう採用バーってかけてっても、じゃあこの子めちゃくちゃ営業のトーク上手だなって思ったらその子採用しないわけないですよ。自分が会社の社長だと思ってほしいんですけど、これ確実に自分が狙ってる欲しい人材じゃなくても本当に能力があったら絶対にその人を採用すると思うんですよ。これサッカーのチームでも、他のスクールでも同じで、この子を育てたいなとか、この選手をチームに入れたいなってなったら、チーム側はどんなポジションでもまず1個あの合格にするっていうのがラインとしてあります。じゃあそのラインに立てる子はまず1個、技術ですね。これ確実に言えることです。もう技術がないと正直お話になりません。これもはっきり言って、もう本当にずっとどこの J リーグの下部組織とか見ても、マチクラブ、強豪チームとか見ても、技術ない選手はもう本当に埋もれてっちゃうのが、本当にサッカーの、まあ、リアルな世界っていうかね、そういうのがあると思います。で、この技術を発揮できるメンタリティもめちゃくちゃ大事ですね。で、これ、すごく、まあ、僕も感じてることなんですけど、まあ、例えばじゃあ、声が出せない選手がいるとしますね。でもその子と同じぐらい能力が、同じで、で声が出せる選手がいたらもう 99% 声出せる選手を多分合格にしますよ、チーム側は。っていうのもやっぱりじゃあ小学校のじゃあ6年生でジュニアユースのセレクションを受けた時に、その子を3年間チームで見るってなったら、チーム側もその子に対して思い入れがどんどん出てくるのと、この子が入団する時点でチームにどれだけプラスアルファを自分で出してくれるかっていうのをコーチたちも見ると思います。なので例えば、あ、この子声出るなって思ったら、積極的にセレクションする側のコーチたちはその子を見てある程度合格に近づけようっていう気持ちはどのコーチもあると思うんです。やっぱりチームで声が出せないっていう選手は存在感とかっていう前に、まあ、一個自分がまあ目立たないっていうのもそうなんですけど、チームにプラスな要素を持っていけないっていうちょっとデメリットもあるんで、でも逆に声を出せるだけで技術が特別優れてるわけじゃなくても、僕はあのいい選手の、部類には入ると思うんですよ。なので、まあ、例えばじゃあ私生活の部分がじゃあ挨拶ちゃんとするとか、用具の片付けをちゃんとして、じゃあウォーミングアップもじゃあちゃんと開始の何分前に集合してちゃんとチームに対してこうコミットしてるみたいな、そういう選手を、欲しがると思うんで、まあ、そういった姿勢をセレクション内で見せることができたら合格に近づくんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ちょっと今僕がパーッと喋ったんですけど、春コーチとか
どうですか、もう指導歴とかすごい長いじゃないですか、はいはいはい、サッカーに携わる歴もめっちゃ長いと思うんですけど、本当のあのサッカー界のこうリアルな状況を聞きたくて、セレクションにまあ受かるっていう 100% ないと思うんで、受かりやすい子の特徴っていうか、今まで見た来た子の中ですごい伸びてる子の特徴とかあったら教えてほしいんですけど。そうですね、カムラコーチとちょっと重複すると思うんですけども、まあもちろん技術は、まあ、一定以上っていうか平均以上は持っておかなくちゃないし、あとはまあ、性格上で言えば、負けず嫌い、やっぱ取られたら取り返す、必死に追う姿とか、そういう姿勢ですね、そういうところっていうのは結構重要視して見てました。あとはあのチームに対して、まあ、ミニゲームでもチームでもそうですけども、やっぱりあの犠牲心払える子、やっぱり味方が失敗しても声をサポートしたりとか、自分でしっかりカバーリングして取り返すとか、そうやってやっぱり自分だけのことを考えずに、きちんと周りの選手も気遣って声かける、周りのために走るとか、そういう動きができる子っていうのをですね、非常に高く評価してました。なるほど。だからそういうのも聞いてない。それ以外に健太コーチなんかありますか？技術とかメンタリティとか声を出す以外で、基本的にはやっぱ2人と一緒で、やっぱ大きく分けて2つあると思ってて、1つがやっぱサッカーの技術で、2つ目が大きく言うと人間性なんですけど、まあ、その人間性的な部分で言うと、やっぱそのいくらサッカーが上手くても、なんかそのチームメイトとなんかコミュニケーション取るのが、まあ、苦手というか、なんか俺に全部パス出しとけよみたいな、あそういった選手はやっぱ難しいと思うし、やっぱ最初サッカーする前に審査する方と会った時に挨拶ができないとか、そういったところの、まあ、人間性っていうところも、まあ、セレクションでは見られてるんじゃないかなと、健太コーチは思ってます。なるほど、はい、白いですね。白い見ないでくださいね。まあそんな感じでね、すごいまあ真面目な感じになっちゃったんですけど、まあ僕らもね、やっぱね、めちゃくちゃ本気で相談されるんで、あのめちゃくちゃ本気で答えてます。でそこに対して、まあ、僕らがこうなんかね、偽りの言葉で、じゃあお父さんお母さんたちに向かってね、子供もそうですけど、もう話してももう正直意味がないというか、めっちゃ失礼だと思うんで、僕らも本当にリアルなことをね、伝えていきたいなっていうふうに思ってます。でもちろん、まあ、僕らもあの指導にね携わらせてる子たちにとって、まあ、すごいね、まあ、憧れのようなね存在でいたいっていう気持ちももちろんあるんですけど、やっぱり時にはこう現実っていうか、サッカーの厳しさの部分っていうのも、まあ、子供たちにも、伝えていきたいなっていうふうにあの感じてるんで、まあ、この動画とかね、もしね、まあ、見てもらって自分まだまだ全然足りないじゃんって、思ったら、もう明日からっていうか、もう今からこの動画見たら、もうすぐ閉じて、高評価とチャンネル登録だけ押してもらって、もうすぐ閉じて、もう練習するように、してください。あの夜遅かったら、まあ、明日の朝でも、全然いいと思います。もう本当に小学校の時にどんだけボール触ったとか、そういうのでもう中学校高校のね、もう基盤の部分はもう決まっちゃうと思うんで、なんであの中学校からサッカー始めたら遅いとかっていうわけじゃなくて、基盤の部分は本当にここ変わらないんで、なんで今のうちに、やっておいて、損はないかなっていうふうに思います。もちろんこう戦術理解とか、コーチのね、言ってることをね実現するとか実行するっていうのもめちゃくちゃ大事なんですけど、やっぱりチーム選びとかの、状況において、セレクションをね通してでも自分が選んだチームなんでね、そこで、まあ、頑張れる、まあ、何年間かね自分の身を預けると思うんで、どのチームに対しても基本的には、そういったチームに関しては、たくさんね一つでも多くのことに学んでほしいなっていうふうに思います。まあそんな感じでね、僕らの方からちょっとリアルなことについて、ちょっと喋らせてもらったんですけど、まあなんかセレクションにね小学校の時にね受かったからね、じゃあプロが確定するとか、じゃあ不合格だからもう人生はダメだみたいな感じにね、なんか捉えちゃうね。なんかこう子供っていうよりお父さんお母さんにちょっとねもう聞いてるといるんですけど、小学校の頃なんてね正直ねチームそんなに変わんないですよね。差はジュニアユースからやっぱりちょっとずつ変わってくると思うんですけど、高校へのつながりとかすごく大事になってくると思うんですけど、でも小学校は別に僕の知り合いとかでも全然地域の少年団からプロの選手がいっぱいいるんで、全然あの変わらないって言ったらあれですけど、全然どのチームからでも逆転できますし、今仮に全国大会とか出てるような優勝とかしてるようなチームでも全然あのプロね絶対なれるかっていうとね保証はないんで、ぜひチームが強くてもチームが弱くてもめちゃくちゃ頑張ってほしいなっていうふうに思います。まあ、そんな感じで、はい、まあ、ちょっとね、チーム選びっていうか、まあ、セレクションのね、ことについてお話しさせていただいたんですけど、まあ、僕が今、喋った内容について、まあ、ご相談とかあれば、公式 LINE の方にお問い合わせいただければなと思います。あの関東支部の方でも、僕がねやってるね、子供相談所っていう無料で相談できるものでもどちらでも大丈夫なんで、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。